おはよう、こんにちは、こんばんは。今、どの時間で見てくれているかしら。それともおやすみなさい。アクアリウム系の動画を中心に配信している。私、アクア、モリコです。よろしくねー。今回は、以前生態を導入した、45センチ水槽。こちらの、スカーレットジェムに、餌をあげる動画になります。スカーレットジェムの生態について、私の方から少しお話しすると、スカーレットジェムは、インドに分布するダリオ食の一種で、インドの赤い宝石と言われていて、日本には1999年に紹介され、その時、その綺麗な色彩はセンセーショナルだったそうよ。インドの赤い宝石、なかなかいいキャッチコピーよね。そんな異名のスカーレットジェム。餌付けが難しいみたいで、その辺を、今回、朝日がお伝えします。よろしくはい、モリコさんありがとうございました。ここからはですね、私、朝日が進めていこうかと思っております。ご視聴よろしくお願いいたします。今回はですね、新しく立ち上げた、こちらの水槽の生態について、やっていこうかなと思っています。こちらに新しく追加したのは、今ね、ここで泳いでる。ちょっとわかりにくいんですけど、ミクロラスボラ、ブルーネオン。あと、なかなか、いつもは結構姿見せてくれるんですけれども、なかなか姿を見せてくれない、カメラがちょっと苦手な、パキスタンローチ。で、今回、ピックアップしたいのは、スカーレットジェムですね。比較的、飼うのが難しいというふうに言われていてですね、人工のですね、餌をですね、全然食べてくれないと。で、ブラインシュリンプの乾燥したやつとか、そういった自然のものを加工してるものもあまり食べてくれないっていうことで、生き餌、そのブラインシュリンプを沸かしたものとかですね、ミジンコなどを沸かさないとなかなか食べてくれないということで難易度が高いみたいです。ただ私が購入した、神戸にある M8 堂さん、魚銀座か魚銀座、こちらの M8 堂さんなんですけれども、こちらは冷凍アカムシでいいっていうことだったので、一応ですね、今回はちょっとね、すみません、暗くてあれなんですけど、冷凍アカムシ、いつもね、これで保管してるんですけど、冷凍アカムシ、あげていこうかと思っています。で、最初のうちはね、やっぱね、あんまり食べてくれなかったんですよ。水槽慣れてなかったからかわかんないんですけど、なんですけど、徐々に食べてくれるようになったので、少しその様子というのをちょっと見ていこうかと思います。食べてくれるかな?少し心配なんですけど、ちょっとじゃあ投入しますね。よっ。つかね、出てくるかな。来た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 。これメスですね。結構大きいのも食べてくれるんですよ。横取りされる。うわなんとか食べれたかな。ちょっと上げてきますね。最初、冷凍アカムシも、まあまあ大きいじゃないですか。だから、ちぎってあげなきゃダメかなと思ったんですけど、結構大きいままでいけますね。はい。もうちょっとやつ、ここにもいるな。でね、こういう感じでね、目の前に落としてあげないとなかなか、食べてくれないんで。
行くぜ。よいしょ。あ、食べれたか食べれたか食べれたか。あ、横取りされたか。そうね、横取りされるんだよね。もう一回行きます。行くよ行くよ。よし、行ってくれ。よし、食べれたか。おし、行った。食べてますね、食べてますね、食べてますね。オッケー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 。こういう感じで弱肉強食なんですよ。はい。もうね、このミクロラスボラブルーネオンがなかなか速い。で、体格も結構でかいので、思ったよりもミクロラスボラって言ってる割にはでかいっす。うん。で、スカーレットジェムのがやっぱちょっともう一回りぐらいちっちゃいんですよね。だから、なかなか、食べれないみたいな。うん。で、さらに、この暴れん坊たち、パキスタンローチ、もうね、ソイルばらまきたい放題なんですよ。本当に、あいつら、すごい元気だ。はい。こいつらにも、食べてるとちょっかい出されちゃったりするんで、なかなかね、うん。餌やりは時間かかります。うん、本当に鼻先というか口の先に餌持っていかないと横取りされちゃうっていう。まあただそれでも冷凍赤虫を食べてくれるだけいいのかもしれないです。個体によっては食べてくれないのもあるみたいなので、ショップさんに感謝みたいな感じですね。一応ね、ブラインシュリンプの卵、ブラインシュリンプエッグも買って、最悪はそれで、育てようかと。うん。ブラインシュリンプとね、ミジンコも両方とも買いました。うん。これ食べてくれなかったら最悪それ与えようと思ったんですけど、今のところはね、出番がないんですけど、まあ、ちょっと時間見つけて、ブラインシュリンプとかもやってみたいなとは思っています。うん。もうちょっとあげるか、せっかくだし。ちょっとよし、いけるか。よし、やるか。よし、飽きる。どう？あ、これは全部食べられたな。まあ、こういう感じでちょっとね、カメラ持ちながらなんでなかなかちょっと狙いが定まらないんですけど、まあなかなか与えるの難しいですね。うん。まあ、今朝1回あげてるので、まあ、で、大体1匹に1本ずつ、1本っていうのかな。赤虫1匹ずつぐらいは食べてくれたと思うので、うん。まあ、まだ飼い始めてね、少しなんで、1週間ぐらいなんで、まあ、こんな形でしか、まだもうちょっと深いところまでは、お話できないんですけれども、うん。でもね、気は荒い。うん、でも、うん。まあまあ勝ち気ですね。はい。そんなところかな。はい。いや、でも、今のところ、調子も崩さず、うん、元気に育ってくれているので、よかったです。一安心ですね。ここまで来れば、もう、あとは、維持していくだけだと思いますんで。うん。はい。私の方はですね、これで以上になりますので、締めは森子さんよろしくお願いいたします。任されたわ。さすがインドの赤い宝石の異名は伊達じゃないわね。可愛くって綺麗、しかもしっかり食べてくれていて本当に一安心。あと他の生態も個性豊かで楽しい水槽になったわね。見ていて本当に飽きない。今度は他のお魚もピックアップしてね。さて、今回お伝えしたのは、インドの赤い宝石、スカーレットジェムに、餌をあげる、でした。ご視聴ありがとう。お伝えしたのは、私、アクア、モリコと、アサヒでした。じゃあねー。モリコからのお願い聞いてくれるかしら。
チャンネル登録まだの方、チャンネル登録よろしくね。動画の感想コメント待ってるわ。応援してくれると嬉しいなぁ。よろしくねー。